基境駅は、北海道函館市基境3丁目にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、H73。電報略号は、危険。快速、アイリスの停車駅だった。1976年の基境駅と、周囲約1キロメートル範囲。下が、函館方面。貨物取扱い廃止で駅舎横函館側の、 貨物ホーム前の引っ込み線は撤去され、途中までが保線用として残されている。一方、駅裏の貨物積み下ろし線は対比線として残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より、同地はかつて駅付近に気郷が群生し金号の住人から気郷屋と呼ばれた。 これが明治4年に存命となり、駅名とされた。相対式ホーム2面2線を有する複線区間の地上駅。互いのホームは両ホーム北側を結んだ、古線橋で連絡している。また雪かき車などの特殊な車両を待機させるための、側線を一線有する。五両各駅管理の業務委託駅。早朝夜間、日宿は、駅員不在。緑の窓口、自動券売機設置。 かつては、単式ホーム、島式ホーム複合型の二面二線に抽線を有する廃線であった。この抽線は、上り貨物専用の上高負荷となっている、島式ホームの外側の線は、下り貨物専用の対比線となっていた。その他に上り、本線の函館方から、駅舎側に分岐する側線、上り副本線と折り、本線の間の旭川方、上り本線と折り、 温泉の間の函館方に渡り線を有していた。ありがとうございます。